にちは。サッカーショップカモメダ店の前田です。サッカーショップカモメダ店の野口です。本日は千南ロングパークのイベントにお邪魔しております。本日のイベントではアンブロのニュースパイクアクセレーターフラッシュを履かせていただいたのですが、サッカーショップカモのチャンネルではアクセレーターフラッシュのカモ限定デザインのスパイクをご紹介したいと思います。梅ちゃんのチャンネルで前編を見られた方もおられると思いますが、サッカーショップカモのチャンネルでも梅ちゃんにお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。どうもどうもお願いします。どうもフリーバンは梅谷です。お願いします。お願いします。お願いします。
変わってまして、ちょっとやっぱり小指あたりに縫い糸を縦に入ここに入ってしまうと、はい、やっぱり小指が痛い人、横幅広い人とかっていうのもいるんで、ちょっとずらしてポイントがここの線になって、これめっちゃいいですね。これ僕めっちゃ合ってます。これでちょっと横ずれにくかったりとかっていうのもあるので、はい、革のシューズなんですけど、まあ、両方いいところを取ってるっていうような感じになってます。マジ完璧もう多分1個前のやつ26やったんですけど、多分これ1個落としてたらちょうどよりぴったり履きたい人は、はい、ちょっとお店でそれ履いて両方履いてみていい方を選ぶのもありだと思います。はい、で2つ目の C なんですけども、はい、こちらかかと、はい、キャッチザヒール、キャッチザヒール、はい、もうそのままかかとをキャッチ、ずれにくいってことです。はいはいはい、はい、まあターンだったりとかクロスだったりキックの時にかかとをずれにくく、はい、前回よりもよりかかとの、まあ、やっぱパリか、はい、収まりがよくなってます。嘘なしでほんまに思ってたんですよ。はい、ずれにくい脱げにくいっていうのがポイントになります。はい、3つ目が、はい、中敷きの持っていただいて内側になるんですけども、ここのクッションこっちかな、はい、こちらがコントロールフォームっていうので、はあはあ、うわほんまや、足が疲れにくい一番はなったり、衝撃吸収がこれ怪我予防もあるので、これは前回もなかったのでなかったっすよね。はい、ほんまや、ここでより、まあ、90分間走れるように、走り負けないように。いやさっきほんまマジのプライベートの時に、はい、そのスパイク屋さんにこれ見してたら、はい、こうやってかかとこれ、あ、そうですそうですそうです、かかとにかかと、よくないみたいな、ちょっとこう話をクッションにしてたとこなんですよ。入ってます、やっぱりや、はい、だいぶ変わってるわ。変わりました。で、ソールはこちら土、人工芝、はい、天然芝、全グランド対応の、ソールになってますので、これは前と変わって、一緒です。ないっすね、はい、はい、なので引き続きどこでも使ってもらって、日本人のプレイヤーのために使われたソールになってますっていうのが一応、はい、商品の、こちらの機能になってます。ちなみに僕前あったガイナ、はい、あれは今回は今回も前回同様にガイナ使われてます。履いてみたら分からへんのですけどマジすごいっすよね。すごいです。あれほんま気づいてない人みんな扱ってるんですけど、これ全く厚ないっすよ。です、ほんまその通りですよね。あ、そうです。で、厚さだけじゃなくて、今回、いや前からなんですけど、寒さにも対応します。え、足が冷えにくくなります。知ってました？知らなかった氷の実験一回したから暑いところに氷置いて、はい、なんかそれの実験したんで、真冬のつま先寒いなみたいな、うわ、え、時もなりづらいです。これうれしいどの季節でも完璧な、これめっちゃいいやちなみに着用されてるサッカー選手とかいるんですか？はい、今着用されてるのが、はい、柴崎岳選手が着用されてます。めっちゃ好き、パスとか正確すぎる、ここから生まれてる、そこから、そうです。で、はい、履いてる人多いですもんね。そうですね、アクセレーター履かれてる選手も多くて、まあ、このカモ限定モデルも今後 J リーガーの選手が履かれる可能性もありますので、ぜひ。もうお早めにですよね、マジで。そうです。ちなみに、これはあれですか、もう数量限定とかどれぐらい、はい、もうなくなったら終わりですか？そうです。やばぜひこんなええのいっぱいやって履けるん、そう限られてるんですか？はい、出そう全部これ本日は梅ちゃんにこのスパイクについてたくさん語ってもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。詳しくありがとうございます。本当にこちらのカモ限定のアクセレーターフラッシュのスパイクなんですけれども、全国のカモのお店とオンラインストアにてご購入いただけますので、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。履くだけでもいいからね。そうです。一回履くだけでもいいから、来てください。